はい、ムーランです。はい、アンディです。はい、マッシュベシュペヘヘ。ちょっとどうしてまたそこでふんきちゃうからね。ちょっと今度くっつけると考える。はい、ムーランさんも最後にケツでなんかくっつけてる。うわーだんだんだん、はいはい、そうそうそう、はい、じゃあ今日今週そうあの、うん、そう先週マッスルからあった質問何でしたっけ。マッスル聞きたいことがあるっていう。あ、そうそう、その DF ライフの写真なんですけども。そうですね、新横浜の、はい、本当にその2年前ですね、この歌を聴いた時に、はい、もう本当にその真っ暗な空に少女の光が差して自分をこう照らすみたいな、はい、そういうそのイメージを受けた、はい、ものすごく反応した歌がその会場で流したんですね。はい、はい、なんでしょうね。自分のお話を聞くと、実はその、まあ、ムーランさんとイヤイフバンドさんが歌っている、はいはい、命の家っていう歌だっていうのを聞いて、おー、出た。それもまたその曲には実はいろんなその思いがあって、その本道に至るっていうお話をちょっと聞いてですね、はい、それはちょっと詳しくお聞きしたいなと、ずっと思ってたんですね。すごい。今日はまあ、せっかくの機会なのでぜひそのお話を聞かせていただきたいと思います。はい、だそうですよ、アンディさん。はい、そうですね。じゃあどうしましょうか。俺が喋りますか。おお、そうですね。ムーランさん結構忘れてますからね。いろいろ記憶が前後いろいろしてますので。じゃあ命のリレーの話か、リライフバンドの話か、命のリレー。命のリレーから、まあ、そうですね、まず命のリレーの話をする。そう、命のリレーなんですけど、実はあれ僕らの曲ではないんですね。はい、リライフバンドが作った曲ではなくて、昔まあ、三浦秀明さんっていう、はいはいはい、まあ、リレーフォーライフを日本でぜひやりたいと、ブログで声をかけてみんなで立ち上げて、いろいろ尽力をね尽くした方がいらっしゃるんですけど、その方がプレ大会だったと思うんですよね。プレ大会の決起大会かプレ大会かちょっと忘れたんですけども、その時にその三浦さんの友人知人がですね、集まって、音楽をやってる方たちが集まってそうで作った曲らしいです、あれは。なのでリレーフォーライフを生み出したそのなんとなくイメージとしてはその、ね、日本ではやってない、そのイベントをやるんだと、そういうこうすごい強い思いが、支える思い、応援する思いがこもった曲なのかなっていう感じですね、うん、あれは。はい、でそれが2006年とか7年ぐらいなんですけど、まだ僕らその時は会ってないですね、三浦さんたちとは会ってないでしょ、全然、はい、で初めて会ったのは2010年なんですが、それは僕とムーランさんが一緒にがん患者大集会っていうのをやった時に行った時ですね、行った時に、はいはい、まあ、三浦さんが、実行委員長やってまして、そこでまあちょっとだけ面識っていうか顔を合わせたぐらいで、まあ、その2年後の2012年にリライフ談話室に出ていただいたんですよ、三浦さんに。またがん大集患者大集会に行って、はい、無理やりスカウトしまして出てくれて、そうそしたらですね、今度は逆にですね、三浦さんに、ムーランさんとアンディでちょっとやってくれないかと、なんですか、そのリレーフォーライブで音楽をやってほしいと、ムーランさんで歌ってほしい、そうなん、はい、でたまたまなんですよ、たまたまその前の年というか12月1月に収録があったんですけど、12月に僕がそろそろ僕とムーランさんの活動も板についてきたというか、浮ついた気持ちじゃないっていうような形になってきたから、音楽も混ぜていこうって言って、ムーランさんに音楽をやりたいですかって聞いたら、やりたいと、
一緒に降りますでやりたいって話になって、僕が友達信用できる仲間をもう全員集めてすぐその場でもう作っちゃったんですね、電話をして、もう来年からやるよと。何これ。そうでタイミングよくそこで三浦さんがそういう風に言ってくださいまして、でいやでせっかくリレーフォーライフでやるんだったら何かいい曲ないかなっていうのを思ったら、その三浦さんのホームページに命のリレーっていうその曲がありまして、じゃあそしたらその命のリレーを僕らにやらせてくださいと、もし、はい、あの制作者の皆さんがいいっていうんであれば僕らにその歌を、ね、歌わせてください、そのリレーフォーライフの会場で、はい、っていう話をして僕らが歌うようになったっていう、はいはい、っていうかそうなんですけど、もうその私たちが言うっていうかその前にもう活動なさってなかったんですよ、その、歌を作った方たちが。もうあの作って、歌って出したんですけど、もう皆さんやっぱいろんな事情があって、そのバンドは解散しちゃってたんですよ。それで歌だけは残ってたんですそこに、命のリレーと、はいはい、それでそれは逆にあの三浦さんもこの歌を、うん、あのやっぱりなくしたくはないと、それでこれを歌っていってくれないかっていうことだったんです。それでそうなんです。で、そのちょうどその時に私たちのバンドができていて、それであの作曲した方と作詞した方が、あの山下公園で私たちが初めて歌う時に、あの来てくださってね。それで、あのもうすべてお渡しするので、あの頑張って歌ってくださいって。もう言われたものですから、本当に私なんかもこんな バンド活動ができるとか思ってなかったわけですから、今まで。一人で歌ってましたからね、カラオケで。いきなりバンドができて、またこんな若い方たちがもう私のとこに応援してやってくださるなんて、もう、これっぽっちも、今指やっても誰も見えなかったわね。はい。こっちもわかんないところで、で、思ってたところでいきなりこれだったので、もう、本当に、ここどうしたんだっていう形でやりました。でもね、この歌を、リライフバンドで編曲したので、元々の原曲とはちょっと、長さが、元々が長かったんですね。それを自覚したり、いろいろあったんですけども、まあ、でも本当にみんなが一緒に歌ってくれて、今なんか、たくさん歌ってくれました。あら、なんかあんた、大丈夫ですか？三浦さんの声が途切れ途切れになっちゃったんで、今ずっと真剣に聞いてますよ。あ、そうですか。はい、はい、あ。いきなり飛んだなと思って、そこまで飛ばすんだと思って話を聞いてました。なるほど。はい。そうで、そこであって、その前にみんなに覚えてもらいたいというか、もう一回僕らのバージョンで聞いてもらいたいなって思って、録音して、でリレーフォーライフを応援するっていう気持ちで。そう、YouTube にアップとかしましたね。そうですね。はい。あの時から、だからあれだ、だいぶ前ですよね、だから。あれ2012年です。12年。はい。3年も経つわけ？そうですね。うわー、なるほど。はい、もうすぐレコーディングに入りまして、編曲して。1月、2月に出演を言われてすぐに、そのレコーディングに入ったんですよ。曲は閉めて忙しいからいつやろうって言って結構大変でしたね、あれ。そうだね。でも楽しかったですよね、すごく。うん、やっぱ喜んでくれる人がいっぱいいるんだろうなっていう、そういう気持ちがあってやれたから。それでまあ、リライフバンドはその命のリレーって言ったら、だから今度新横浜の22ね、はい、の時も歌いますので、ぜひね、マッチョルも歌っていただきたいですよ。はい、もう本当にいい歌なんで、もうサバイバーのみんなに覚えてもらいたい。そうですよね。名曲ですね。そうですね。なんか、はい、無理に感動させようと思ってない曲だと思うから、ファイトバックって感じですよね。もう戦おう、一緒に乗り越えられるよ、こんなにいっぱい仲間がいるんだよっていう、そういうなんかすごく勇気のもらえる、そうですね、その見えない何かにこう立ち向かって、何かに見えない何かじゃないですか、こう本当に終わりがあるのかわからない、ね、そういう
こうもう工程もよくわからないようなところに立ち向かっていくんだよと、みんながいればそれができるんだっていう曲なんで、うん、すごく勇気がもらえるからぜひ覚えて、そうだ、ね、一緒に歌ってもらえたらもう、大合唱できたらいいなって思います、はい、元気の音。それであの、じゃあね、リライフバンドなんですけど、リライフバンドはもう本当に私以外はもうどっと若いんですよ。よく私ライブで私の充電器ですって言ってるんですけども、本当そこから私皆さんの力をこう吸い取りながら発揮させていただいてるんですけど、まあ、ケアギバーが2人いるんですね。私を入れて6人なんですけど、だから、まあ、サバイバー、要するにがん患者といわれるサバイバーが2人、私ともう1人、それからベーシストですね、はい、ベーシストの、はい、それは公表してるから大丈夫ですよ。大丈夫か、はい、ちょっと考えメンバーの名前も喋って大丈夫です、はい、そうか、はい、はい、ペクンっていうのね、ペクン。そう、ベース弾いてるやつですね、あいつ。ベース弾いてるペクンと私が、あのサバイバーなんです。それで、ナベッチさんはお母さんの番になって、それで、もう一人ギター弾いている紅葉くんっていうのがいるんですけど、はい、お父様が番になった。そうですね。で、おじいさんもですよ。あ、おじいさんも、おじいさんもそうでした。はい。うん、もう亡くなられたとは言ってましたけど。お父さん今元気ですからね。そう。それで皆さん、はい、お母様のね、ナベッチさんのお母さん。ナベッチのね、はい。お父さんもみんな元気になったんですよ。あ、命のリレーなんですこれも、それでまああとアンディさんとドラマーの金コップさんはもういつも言ってる立派ながん予備軍、はい、この予備軍が一番こき使われてますからねそうです、はい、また本当にいろいろできる音楽以外にもいろいろできる方たちなので、もう全部お願いして丸投げみたいな、はい、まあ、他のメンバーでさせてませんけどね、僕と金子、僕はもう金ポップと呼べないですよね、学校の先輩ですので、金子さんはですねそう、まあ、僕と金子さんはいろいろやってます、はい、で僕が手伝ってもらってます金子さんに、はい、よですね、いいんですよ、私はもうまあね、これだけお付き合いさせていただいてるので、いい雰囲気なんですよこの5人、もう学校時代からみんな一緒なんで、もう10年です一緒です付き合いはすごいですよ、こんなね付き合いってあるのかなと思いますけどね、本当に。だからやっぱりこう1を言うと10を知るじゃないけど、そんな感じですかね。まあそう、命のリレーいい感じでございましたでしょうか、そんな感じですけどもちょっとずれちゃいましたが、はい、そうですね、はい、はい、どうでしょうマッスルさん、いや、本当にもうもっともっとたくさんの人に聞いてもらいたい、僕も本当にその曲で勇気をもらったので、ぜひと同じような体験をみんなしてもらいたいなと思ってます、はい、はい、OK、はい、そうです、公開版と、そう、マッスルもね、言ってくれて、公開版がね、今、一応今でも上がってますので、あれちょっと音源的には古いんですけどね、はいはい、今、ムーランさんのリライフっていう曲と一緒に、命のリレーっていうのが入った CD を、はい、まあ、作ってはいるんですけど、それに入ってるバージョンよりは、一個古いんですよ。あんまり、そっちの方があんま上手くない、バンド的には。ただ、まあ、聞いてもらうにはもう、なんかね、URL 変わっても嫌だなと思ってたので、そのまま残してありますんで、まあ、ラジオ貼っときましょうか。ラジオに URL でも貼っときますんで。それで CD の方は、まあ、またムーランライブとかありますから、いろいろ、はい、宣伝しちゃうみたいな、ね、はい、大事大事、はい、そちらの方でお買い求めいただければとも思います。はい、そうですねよろしく、はい、またお知らせしますので、よろしくお願いします、はい、そして次回ですね、はい、次回、そう、次回は次回はね、あれなんです、どうやって元気出してましたかっていうのを前ムーランさんと、はいはいはい、マッスルに聞いたじゃないですか、はい、あれをちょっとですね、他の方にも聞いてみようってことで、ちょっとムーランさんにですリサーチしていただきましたんで、それをその方のお話を聞きながら、はい、ちょっとそういう話ができればいいかなと思ってます、はい、はい、それではじゃあ、はい、じゃあまたね、はい、どうもでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。